おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。世界記録ってなんかさ、確かにゲームでもさ、まあ、例えば e スポーツとかじゃなくてもさ、やっぱいろんな記録ってあるんだね。まあ、僕が知ってる中では、ドラゴンクエストモンスタージョーカー2プロフェッショナルの勝ち抜きバトル企画の世界記録とか。まあだから、まあ動画上ね、残ってるデータ上、だからオフでもしかしたらそれ以上やった人がいるかもしんないけど、YouTube とかの動画上のね、世界記録みたいな、あるんですよ。僕も何かないかなって考えたんですよ。割とモンバトで俺さ、多分どこの動画にもないプレイばっかしてるような気がするんですけど、本日は EX 界でのね、とあるチームをちょっと使いたいと思います。アンダー20のチームをちょっと考えてたら、いいなーって構成があったんで、ちょっと、そちらを紹介していきたいと思います。行ってみよう EX 界。お供は、亡霊剣士と彷徨う鎧です。お互い5点5点なんでね、ちょうど20点になる組み合わせで、剣での相性が発動しまーす。ん？何か感じるって？気のせいじゃない？いやー、でもね、賢者のアンダー20パーティーはよく考えたらあんま組んでなかったんだよな。ね、アンダー20は僕がね、自己採点して、したね、もう引くに引けない企画の話をしているんですけど、ね、モンスターそれぞれに、点数をね、まあ強さ的に独断で僕が点数をつけて、まあその中の20点以下で戦おうっていうね、まあ勝手なルールです。まあ、今回のチームはゾンビ系に囲まれている賢者ということですが、さあ、今回、さまよろいはな、多分。でも、ちょっと待って。クラークいけんじゃねえ？いけ、必殺剣、稲妻切り。いけ、クラーク。夜の世界の案内に。はい、オッケー。敵が、一回戦の敵になんかもう早速恵まれておりますが。で、賢者と相性があるのは、このさまよろいとね、亡霊剣士なんですよね。ナイス！まあ、装備にもちょっとね、今回こだわりました。いくぜ、光と爆発のスモーク重なり合う地蔵だー、せーの、うわー、いいねー、光と爆発で、マヌーさんも強い。今回は相手、ちょっと賢者の強いのジゴラ、灰色ですね。まあ、賢者の強いは灰って言われてるんですかね、正確には。おい、おい、さまよろいにいたから一瞬何かのかと思った、こっちは。まあまあ、マヌーさんかかってますね、君は。当てれるのかい、そんなんで。はい、はい、ガード、そもそもナイス、そうだね、そうだよね、オッケーオッケー、そうなんですよ、賢者が狙われるはずなんですよ、だってそういう風に組んであるんですから。だっていろいろと装備にもちょっと小ネタを仕込んだんですけど、これは2回戦に言うとしましょう。で、融合勢ジゴラ、光って爆発するもんが重なり合う、ジゴフラッシュとイオラだ。いやー、でもね、爆発入ってんのはね、いいね。うん、光と爆発ってすごい弱点が取りやすいからね。そしてサンダーボールでしょ、雷を呼び寄せる、サンダーボールとクラーク、はい、強い、雷打点はやばい。雷が使えるモンスターってね、基本的にもう強いやつばっかですからね。まあ、ちょっと耐久、OK、クラーク、よく受けた。クラーク狙われるか、でも。賢者の相性と合わせたら回避率は 17% だったかな、うん、それぐらい避けるんですけど。おっと、ナイス、基本的に狙うのはこの2体と見ていいでしょう。まあそうよね、普通賢者が狙われるのよ、これって。 OKOKOK、 さあ、そろそろリーサルを決めようかなと思うんですけど、このね、2体にはちょっとしたね、特徴がありまして、まあ EX 界オリコン伝説でね、散々やってきたんですけど、まあそれがあるんですよ。はい、何かわかりますよね。ポチッとな、最近私感銘を受けました。とある生放送でね、勝ち抜きバトルの世界記録があるって、それを超えたやつがいるって、マジ絶対やったね、あれ弱い。メタルハンターが硬すぎたのかな。なぜ賢者の杖は今回灰色を選んでいるか、なぜ天使のローブを着ているかなど、ちょっとね、このチームのからくりについてちょっと説明してみたいんですよ。はい、 EX 界といえどもね、やっぱね、ちょっと凝ったチームなんですよ、これって。20点に抑えつつ、亡霊剣士に攻撃が基本的に行くのを避けたかったんですよね。亡霊剣士って実はですね、打撃に結構弱いっす。はい、なんかゴールデンゴーレムっていうのは結構有名なんですけど、亡霊剣士はゴールデンゴーレムと同じような攻撃を食らうと見ても過言ではないと。あー、まあしゃあないっす。で、やっぱり主人公チームっていうのは、やっぱ盾持ってる性質上、主人公を狙われてほしいわけですよ。
となった時に、オッケー、そういうことっす。で、光の杖あるじゃないですか。皆さん大好きの。賢者の杖のぶっ壊れ武器といえば、光の杖のドラゴンの杖。あれって回避率下がるけど、賢さがめっちゃ強いわ、これ。賢さがめっちゃ上がるわけですよね。な、メインメポンとして、光の杖のドラゴンの杖は、まあ、有名です。ただし、賢者の杖灰色というか、賢者の杖にするとですね、賢者の打撃耐性を下げることができます。どういうことかっていうと、賢者の打撃耐性を下げているっていうのはどういうことかって、そろそろお分かりですかね、ここまで言えば。賢者の打撃耐性を下げつつ、聖堂の盾で攻撃を引き寄せつつ、溜めちゃったよ、勇気。勇気溜めちゃった。間違えた。だから、亡霊剣士より主人公に行ってほしいんです、僕は。なんで、まあ、ギリギリね、ただ、トントンぐらいなんで、亡霊剣士がそれでも狙われるっちゃ狙われるんですよね、本当は。さあ、このダメージはどんぐらい？うわー、同じぐらい！ダウンウォールか。で、賢者の杖範囲にはもう一つね、面白い効果があって、聖魔の杖っていう噂があって、そちらが悪魔系特攻となっております。わーお、ロンリー・ジョー。急に見せるね。聖魔の杖、これね、悪魔系特攻です。行くぜー、行くぜ、せーの、うぱっきゅー、それ誰？外れてる。誰に撃ってんのか、しかも外してやがるし。ボンファ召喚すりゃよかったかな。それだったらボンファ召喚したらよかったじゃん。で、天使のロブのね、自動回復もあるんでね、割と耐久力あるんじゃないですかね。アンダー20の中ではね、個人的になかなかうまく組めてるんじゃないかなと。誰かがこの人を呼べと言ったような、そんな気がします。僕は何か、何のトムトーかとちょっと迷ったんですけど、この動画にいたのに、この女の人の存在は欠かせないです。行きましょう、レッグかかと戻しで。今日、とどめ打つとき全部これか。じゃあ、上からハイヒールドーン。とどめの一撃としてはちょっと弱めなんですけど、これドーン。わっ、いやー、勇気のオーブがね、カラの状態で魔王戦入りましたね。これ、つばぜりの負担がでかいです。逆を返せばつばぜり負けると、これはいろいろと終了なのでは。悲しいなー。お前、令和4年で行くからよく会うね。亡霊剣士とさまようよるからすれば、まあ、なんか、見慣れた顔ですよね。ワンのね、初登場モンスターに近いですから、亡霊剣士もさまようよるも。うわ、早い。マリック溜めてんの、やばいな。ちゃんとやらないとダメね、つばさり合い。プレッシャーかけないでほしい。はい！亡霊剣士とさまようよるは、死神貴族だったかなと。そう、昔ね、ワンの頃、主人公がいない頃ですよね。その頃には、かなりね、死神貴族、亡霊剣士様よろいって流行ってたんだよな。ゾンビチーム。結構強かったしね。実は2になってね、割とちょっと亡霊剣士様よろいはね、弱体化してますね。まあもちろん死神貴族もですけど。クラーク？クラーク？まあさっき見た通り打撃のダメージはね、亡霊剣士と賢者トントンぐらいなんで、まあ賢者の方がちょっと弱いかなぐらいです。はい。パーセンテージ、受けるパーセンテージの話になっちゃうんですけど、それは賢者の方、でも、ボリゲンス一緒なはずなんですよ。で、身の守りは、賢者の方がちょっと低いんで、まぁ、ちょっと賢者の方が狙われるかな、ぐらいと。亡霊剣士に行った場合は、回避率 17% にお祈りです。ただ、僕が使うと 17% って避けないんですよ。あ、なんだったら 2% 避けてる、2% に避けられますけどね。あー、ひどいな、これ。クラークマントなんでね。クラークね、守備面がダメなのよ。どうしてこうも雷使いっちゅうのはさ、守備面が脆いもんばっかなんかね。うさぎしかり、雷の悪魔しかり。雷使いってさ、どうしてもなんか耐久に優れたやついねえな。行きましょう！ここです。わー、赤ですね。見せましょう。ここ EX か。見せる場ですよ。このパーティーもしかしたら使いたいって人いるかもしんないんですね。つばぜりの強さを見せます。お手本。はい！オッケー！いえ、いいお手本になるかもしれんよ、これは。よっしゃ、いいお手本、いいお手本だ。これはでかいね。あとはうまいことやって、勇気で勝つだけだよ。大丈夫だ。大丈夫だ。あとは勇気で勝つだけだ。耐久はさまよう鎧はね、まあ期待できないですけど、まあ、そこそこいい感じですよ。
天使のローブは 50% の確率になっちゃうんですけど、 HP 回復効果もあるんでね。このターンはまあいいでしょう。うん、これは普通にいきます。5ターン目イテハは使わないんですよよくある、うん、よくあることにはなんないですよ皆さん何か期待してるかもしれないですけど、4ターン目は使うんですけど、5ターン目こいつ使わないんで、まだ優しい方ですね。だからなんだったらこのターンこいつ攻撃しないし、まあ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 いいでしょう。次のターンにリーサル決めるだけですよ。次のターンはいてつく波動を使わないんでね。さあ稲妻斬りだ。回心数も高いんだ。これはナーフされたのが残念だよな。でジゴラで確実に当てて、確実に取って打点取って、でせっかくなので勇気たまるんでね、勇気たまるの分かってたんで、ちょっとご挨拶しましょうか。狩猟の騎士登場。さあ3体合体いざ浮かん、ゼツ4刀流。はいどっちかといえばこの合体モンスターの使い方って、まあ、このターン何もできないんですよ。僕たち何もできないんでリーサル専用ということで今のはただの見せプですまあ暗黒のだけはまあ、ああみんなひどいな、割とみんなひどいな、割と守備ボロボロだなお前らやっぱいやいいとは関係ありませんよ。今日のとどめ抜き全部これ、おお行くぜ今日のとどめ抜き全部これって俺決めてくから捧ぐぞ。今日は多分この動画を見てほしいであろう人には僕は宣伝してないはずなんだよ。これってもうさすがにちょっとね失礼かなと、何度も宣伝したら失礼すぎるからね、もう見てもらうかもしれないという淡い期待でいきましょう。そう、一ファンとしての動画です。令和4年の流れそのまんま来たねEX の数字的にはさ、同じ大魔王が出てることになるんだ。ワンのモンスターたちではこいつに勝つのも結構きつかったんだよな。で何がきついかって、実はもう向こうの雪が溜まってることっすよね。そう忘れてましたよ僕も、今ね見て気づいた。魔王戦は前の魔王の勇気をそのまま引き継いでしまうっていう特性があるってことに、これはねやばいね、かなりやばいねこれ。これある意味すごいきつい。いつもは勇気を先に貯めといて、ナイス、いつもなら勇気を先に貯めとくってことはできたけど、今回それができない。どうする、次のターンにギリギリ溜まるか溜まらないかぐらいなんですよ向こうのオブって。となると3ターン目までギリギリ溜まらないの待つしかないかも。これ割ときついよ向こうの勇気半分ぐらいからスタートしてんのがね、非常にまずい展開です。あ、これ待って、勇気溜まったら終わりだぞ。采配ミスで負けるなしな。采配ミスで負けるだけは勘弁してほしい。ナイス、クラークナイス。で3ターン目に勝てるかどうかちょっときついなこれ、ちょいときつくないか。てか勇気溜まったら負けなんだよな、これ采配ミスで負けたら嫌だな。で光セーバーの杖使ってみるよ。ラプソンどうせジゴラ通らないから、わーそういう意味じゃない。さあどうだ、来た、こっちの勇気は減らされる。よし危ない、ギリギリだ、危ない、行こう、ここで勝たなきゃ全てが終わる。見せるしかねえ。ある意味このパターンはでも確かにあんま知らんな、圧倒的魔力不利かよ。うわー、アベレージヒッター。え、こうなった時って何、連打だ、連打でなんとか解決するしかねー。よっしゃー解決しやがった、白目でよかったね。多分赤目だったら無理だったんじゃないかなこれ。ラプって結構確か翼で強い部類には入るんだけど、白目だから勝てた感すごいぞ今。向こうの魔力的にもう無理だと思ったけどね俺向こうの魔力のたまり的に不可能だと思ったけど、あ待って、ここで光玉使っとけばよかったか。
なんでかっていうと、実はこいつ5ターン目ありますよ、あれ。ラプ様5ターン目ありますよ、あれ。いや、その前に勤めてもらう。これで絶対に当たる。200円ちゃうよ、そんな出ないもんね。よし、ユキたまった。 OK、 勝った勝った勝った、大丈夫だ大丈夫だ。このイテハないもん、だってこのターンにはね、イテハない。 OKOKOK、 危ない。なんでこんなヒヤヒヤする勝負したんだ、白目で。マジでか、こんなヒヤヒヤすんのか、白目で。うわ、あれ、君たちめっちゃ食らうやん。割と熱い勝負したよ。割と熱い勝負だったわ。再び、もう3回目よ、君出てくるのはもう3回目よ。もはやここまで来ると意地ですよね。もう意地でももうね、デボラを出したかったんです。おらよくいけた。これはまあつばずり合い次第ですわ、全てが。いやー、でも赤目だったらわーなってたんかな。でもその未来は難しそうなんだよな。さすがになんか白目一回勝っただけでさ、わーやったーって今考えて録画切ったんよ。もう一回もつけました。何がしたいかっていうと、まあ、白目でも強くってワンの宿命でボーンファイターの宿命をちょっと果たそうかなと。よー、いつだよの敵討ちに来たぜ、白。まあ不安しかない。ボーンファイターが破壊の宴で1700ぐらい食らってたことしか俺覚えてないんですよ。その恨みをちょっと晴らしに解体作業ですよね。なんか鬼コンボを最強伝説と同じような匂いを感じます。鬼コンボがあまりにも残念だったから分解して挑んでみたよみたいになってんじゃん。鬼コンボ最強伝説の足みたいになってる今。おらじゃん、そういう意味かい。やるね、聖魔の杖。聖魔の杖打ってる理由、光だから打ってんだけどな。ジゴラ多分通らんもんな。クラグね、あんまダメなんだわ。ここ指導は雷に強いタイプの大魔王だからね、厳しいっす。これはさあ、打点を安定して出せるのはロンリー城、そして一番怖いのは彼の火力です。うわー、待って、一番やばいっす。上司合計誰だい、避けろクラグ 17%。 おお。ここです。ちなみにスパゼリアイパーマ1ピープの場合、指導は2ターン目ですね。まあ3ターン目は遊ぶ可能性が高いっていうのと、全体攻撃っていうことです。さあ、黄色はまあ十分なところでしょう。これで負けるともうこの動画はね、終了してね、なかったことにしようと思います。いきます。よっしゃ、こっけー、でかいねー。このターンは破壊の宴があるターンです。ボーンファイターが1700食らうターンです。だからどうしてもここに仕掛けしかなかったんですよ。だから宴なんて食らった日にはもうみんな吹き飛びますもん。さあ、どうする次、4ターン目まで耐えれるかどうかです。割とね、でも耐えれると思うよ。ここのターンに仮に地獄の豪華が来て死ぬことはないから、そうすれば天使の歌を歌えばいけるんじゃないかなと。しっかりね、与えていこう。ボーダーもちょっと大事だなあ。意外と出るじゃん、ジゴラで307なら。大丈夫大丈夫だ、思いのが出た。さあ、あと2人、クラークとロンリー・ジョー、頼むぜ。とりあえずしっかり当たれば大丈夫だよ。はい、オッケー、よっ、大丈夫だ。さあ、このターン凍てつく波動の可能性もあるっちゃある。それは無視さない。ライアンチャレンジでさんざん見、ライアンチャレンジでさんざん見た光景を再び出す帽子。あ、凍てはならオッケーだわ。イテハならどうする、イテハなら、これかな。ちょっと今迷ったんですよ。攻撃系で無理やり乗せるもう手だった、今ギガスラッシュとかで。で、あの光玉使った理由はさっき凍てつく波動されたからですね。さあ、勇気は溜まりました。しっかり当てれば大丈夫です。デボラ圏内乗せられるかです、問題は。デボラ圏内っていくつだ？ん？デボラ圏内っていくつだ？ 3200 ぐらいだったような気がする。うわー、出た出た、そういうの。さすがに死ぬわない、避けろ。よし、オッケー。賢者が避けてくれたわ、さすがに。
これボンファイターが1700食らってます。なるほどね。1700食らった理由もうなずけるわ。大丈夫かな。頼むぜオーナー。いいよ、よいしょよいしょ。3306、とどめも打てる。とどめで勝った。呼び寄せるサンダーボルト。はい、ナイス。いった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 。デボラいける。これはオッケー。よかったよかった、よくやったよかった、よくやったよかったよかった。やるじゃん。お、本当にボーンファイターの恨み晴らせるかもしれない。お前らはよし、いけた。ボーンファイターの恨み晴らしたぞ。おおよっしゃー、いいね。調子いい調子いい調子いい。すいませんね、もう勝ててる勝ててる。さあ問題はこのパーティーでは初の赤目ですね。これいけたら大快挙です。いけんのかな。ちょっとね、ワンのモンスターたちがスペック不足なとこあるけど、ここで勝ってこそよ。さあボーンファイターの網は晴らしに来たぜ。ついでに言うと、おめえ EX 界で散々勝ってるらしいな。とにかくこいつ強いんですよ。もう本当に技の威力もさることながら、耐久もあり。だから割と普通のチームで言っても勝てないみたいなのは割とあります。ただし今回あるかもしれません。見せましょう、このパーティーの真髄。今回はあのクラーク稲妻斬りがねかなり通ります。今度はね亡霊剣士が輝いてくるんですけど、こっちがダメなんだよね。光と爆発に耐性持ってるんで、シードわーひってこれはひでえな。そう、ケンジェがあまりにも今回お荷物になってるから、その分をクラークたちが取り返してくれるしかない。打点が入れ替わった。ロンリー・ジョーは、避けて、頼む、避けろ、先のピロリ。おい、何してんだ、お前、ちょっと、何してんだよ、おめえら。ちょっと、頑張れ、頑張れ、頑張れ。うおー、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 マイゴーツ。まだ、まだだ。いや、なんで避けないかな。ケンジェもう 20% ぐらいあるでしょ、回避。クラーク 17%、 ロンリージョ 8%。 誰か避けてほしかった。それならよしよし、サンダーボルト307出るからね、いい打点出るよ。いや、ボーダードせんのも結構大変じゃないのこれ。もしかしてこのパーティーならライアンみたいな歴戦火力を持つような主人公がこのざまだからね。ジゴラもどうせ効かんしな。もう、指導もお前も悪霊の神々なんだからさ、悪魔系みたいなもんだろ。ああ、なるほど、そうだね。このターンは攻撃しないからね。なるほど。つばぜり合いです、このターンは。さあ、行くしかありません。行きましょう。負けたくない。負けたらもう全てが終わる。何もできねえ。ここで勝ってもわからんぞ。てか、勝ってもいけるかわからんねやで。まずは勝つ。悪くない。さあ、赤目、ま、大魔王。つばぜり合い、白目。かなり強いです、白は。いけるか、頑張れ。ポンファの胸を晴らしてくれ。よっしゃー、ポンファの胸を晴らせるか。胸晴らしてくれ。俺のもう、ある意味、これは趣味なんだ。もう今回は宣伝したい。もう趣味なんだ。俺が好きな実況者が、見てる実況者がね、あ、すげえじゃんってなったんだ。だから、俺はね、それを見て感銘受けたの。感銘受けて。だから、思わず動画撮ったんだよ。見てなくてもいい。俺の、あ、やべえ、やべえぞ、それ。頼む、避けて。え、避けて、避けろ、ダメ、クラウンが10なんだ。もうダメだ。どうする、ギリ耐える。ギリ耐えるかもしれん。避けて、うわー、もうダメだ。何一つ避けない。何してんだ、おめえもよ。どうすれば。次のターンに、実はですね、指導一つ危惧してることございます。彼が、凍てつカードを持っている。高校凍てつくの可能性もあることながら、さらに、もう一手は、ドルモア。どうする、いや、天使しかない。これ、ドルモア読みの天使打って、5割で負けましたから。
5割で負けみたいなもんだぞ。でも仮にこれさ、ステージが成功したとしても打点が足りない。あ、オッケーオッケー、ドルモアなら。さあ、あとは託されました、とどめボーダーまで持っていけるかどうかです。会心を出せる3体が会心を出すかどうか。出さなければ試合が終了する。お、頑張れクラークたち、未来はお前の手の中にあるぞ。あと600、一体会心でいけるか。あーあーあーあああああ、会心でいけますね、本当に。頼む、いけ、魔王貫け、いけ、当てろ、会心、会心、あはは、惜しいな。最終奥義はつけてねえんだ。あの放送みたいにね、最終奥義をつけてたらこんなことにはならないっす。つまり最終奥義あればこれは勝ってましたね。なぜ私がつけないかですか。そんなの決まってるじゃないですか。実況者としてのこだわり、ただ一つなんですよ。こだわらなければ勝ってたと。惜しかったなー、ワンチャンあったね、本当にワンチャンあった。じゃああとは当人に託します、サムランと。お前最後まで避けなかったのね。